ステージになったカーボンクロスを、切り分けます。ロータリーカッターを使います。ではまず、先端の方の型から巻いていきます。されてます。この方は、離型剤ナンバー10で離型処理されています。ビニールテープを用意します。テープを巻いていきます。
端のテーパー部はカーボンにフレームを入れます。一枚一枚合わせていきます。隙間が開かないように巻いていきます。簡単に押さえていきます。テープと押さえていきます。下の方から巻いて、徐々に巻き上げていきます。先端側はこれで巻き終わりです。次は、後ろの方の型を巻くことにします。後ろの方の型ですけども、先ほどの前の方と同じ巻き方にならないとラインが崩れますので気をつけて巻きます。巻きになりますね。ゆっくり巻いていきます。
テープを巻くコツとしてはあんまり強く引かないようにすることですね。あまりきつく巻いちゃうとテープの跡が硬化後に残ってしまって、それを取るのが大変です。同様に、後ろの後端のですね、カット口になります。切れ目を入れます。1枚1枚あと合わせていきます。このくらい樹脂が固まっていると作業しやすいですね。 B ステージもかなり後半だと思います。こういう感じです。ここにテープを巻きます。押さえ、少し長めに。テープに隙間がないかきっちり見分けて重ねていきます。そしたらもう一度ですね、このテープが剥がれてこないように下から巻き上げます。軽くでいいです。テープの巻きは終わりです、この状態で DC ボックスに入れます。B ステージになったカーボンクロスを、切り分けます。ロータリーカッターを使います。
まず、先端の方の型から巻いていきます。されてます。この方は、理系材ナンバー10で理系処理されています。ビニールテープを用意します。テープを巻いていきます。先端のテーパー部はカーボンに切れ目を入れます。一枚一枚合わせていきます。隙間が開かないように巻いていきます。縦に押さえていきます。テープと押さえていきます。下の方から巻いて、徐々に巻き上げていきます。先端側はこれで巻き終わりです。
次は、後ろの方の方を巻くことにします。後ろの方の方ですけども、先ほどの前の方と同じ巻き方にならないとラインが崩れますので気をつけて巻きます。巻きになりますね。ゆっくり巻いていきます。テープを巻くコツとしてはあんまり強く引かないようにすることですね。あまりきつく巻いちゃうとテープの跡が硬化後に残ってしまってそれを取るのが大変です。同様に、後ろの後端のですね、カットコーになります。切れ目を入れます。1枚1枚また合わせていきます。このくらい樹脂が固まっていると作業しやすいですね。 B ステージもかなり後半だと思います。こういう感じです。ここにテープを巻きます。
テープに隙間がないかきっちり見分けて重ねていきます。一度ですね、このテープが剥がれてこないように下から巻き上げます。軽くでいいです。はい、これでテープの巻きは終わりです。この状態でDC ボックスに入れます。Bステージになったカーボンクロスを、切り分けます。ロータリーカッターを使います。ではまず、先端の方の型から巻いていきます。されてます。この方は、離型剤ナンバー10で
離球処理されています。テープを用意します。ビニールテープを巻いていきます。先端のテーパー部はカーボンに切れ目を入れます。一枚一枚合わせていきます。隙間が開かないように巻いていきます。縦に押さえていきます。テープと押さえていきます。下の方から巻いて、徐々に巻き上げていきます。先端側はこれで巻き終わりです。次は、後ろの方の型を巻くことにします。後ろの方の型ですけども、先ほどの前の方と同じ巻き方にならないとラインが崩れますので気をつけて巻きます。
巻きになりますので、ね、ゆっくり巻いていきます。テープを巻くコツとしてはあんまり強く引かないようにすることですね。あまりきつく巻いちゃうとテープの跡が硬化後に残ってしまって、それを取るのが大変です。同様に、後ろの後端のですね、カット口になります。切れ目を入れます。このくらい樹脂が固まっていると作業しやすいですね。 B ステージもかなり後半だと思います。こういう感じです。ここにテープを巻きます。押さえ、少し長めに。テープに隙間がないかきっちり見分けて重ねていきます。そしたらもう一度ですね、このテープが剥がれてこないように下から巻き上げます。軽くでいいです。テープの巻きは終わりです。この状態で DC ボックスに入れます。Bステージになったカーボンクロスを、切り分けます。ロータリーカッターを使います。
まず、先端の方の型から巻いていきます。されてます。この方は、理系剤ナンバー10で理系処理されています。ビニールテープを用意します。テープを巻いていきます。先端のテーパー部はカーボンに切れ目を入れます。一枚一枚合わせていきます。隙間が開かないように巻いていきます。簡単に押さえていきます。テープと押さえていきます。下の方から巻いて、徐々に巻き上げていきます。先端側はこれで巻き終わりです。
次は、後ろの方の方を巻くことにします。後ろの方の方ですけども、先ほどの前の方と同じ巻き方にならないとラインが崩れますので気をつけて巻きます。巻きになりますね。ちょっと一回巻いていきます。テープを巻くコツとしてはあんまり強く引かないようにすることですね。あまりきつく巻いちゃうとテープの跡が硬化後に残ってしまってそれを取るのが大変です。同様に、後ろの後端のですね、カット口になります。切れ目を入れます。1枚1枚また合わせていきます。このくらい樹脂が固まっていると作業しやすいですね。 B ステージもかなり後半だと思います。こういう感じです。ここにテープを巻きます。少し長めに、thank you。
テープに隙間がないかきっちり見分けて重ねていきます。もう一度ですね、このテープが剥がれてこないように下から巻き上げます。軽くでいいです。これでテープの巻きは終わりです。この状態でDC ボックスに入れます。Bステージになったカーボンクロスを切り分けます。ロータリーカッターを使います。ではまず、先端の方の型から巻いていきます。色分けされてます。この方は、理系剤ナンバー10で、理
離球処理されています。テープを用意します。ビニールテープを巻いていきます。先端のテーパー部はカーボンにフレームを入れます。一枚一枚合わせていきます。隙間が開かないように巻いていきます。簡単に押さえていきます。テープと押さえていきます。下の方から巻いて、徐々に巻き上げていきます。先端側はこれで巻き終わりです。次は、後ろの方の型を巻くことにします。後ろの方の型ですけども、先ほどの前の方と同じ巻き方にならないとラインが崩れますので気をつけて巻きます。
巻きになりますね。ゆっくり巻いていきます。テープを巻くコツとしてはあんまり強く引かないようにすることですね。あまりきつく巻いちゃうとテープの跡が硬化後に残ってしまって、それを取るのが大変です。同様に、後ろの後端のですね、カット口になります。切れ目を入れます。1枚1枚あと合わせていきます。このくらい樹脂が固まっていると作業しやすいですね。 B ステージもかなり後半だと思います。こういう感じです。ここにテープを巻きます。押さえ、少し長めに。テープに隙間がないかきっちり見分けて重ねていきます。そしたらもう一度ですね、このテープが剥がれてこないように下から巻き上げます。軽くでいいです。テープの巻きは終わりです。この状態で DC ボックスに入れます。